ね、アンパンマンにはいい歌がたくさんあるので、またこの2018年もね、みんなの力で未来にアンパンマンの歌つないでいってください。さあ、さっき言ってたけど、2月14日、2月が来るとバレンタインデーが来ます。来ます。バレンタインデーは女の子が大好きな、ね、人にね、思いを届ける日です。そうです。知ってた。まだみんな全然早いと思うんだけどね、パパにしとこうね。それでね、実は今日は食パンマン様が来てくれてるよ ね。食パンマン様はモテモテです。中でも食パンマン 様のことを、食パンマン様のことを好きで好きでたまらない女の子がいます。誰ですか？
の挨拶できますように。ハローから始めよう。輪になって一緒に手をつなごう、みんな友達さ、こんにちは、ハロー、ハロー、さあハロー、僕たちの物語始めよう、みんな集まってカフェ出そう、広い世界、時には喧嘩して悲しくなるけど、素敵な夢が見つけられるよ、ほら一緒に来たら、僕らの お知らせがあります。じゃん、ミュージアム限定の CD のお知らせです。はい、みんなで踊ろうアンパンマン子供ミュージアム。はい、このアルバム、さっきも言いましたけど、アンパンマンミュージアム限定となっておりますね。ドリーミングのコンサートでみんなに人気な歌、アンパンマンやね、パーティーマン、みんながね、あ、食パンマンとドキちゃんもね、ダンスしてくれてる歌など人気曲ばかりを集めたアルバムが出来上がりましたね。に置いてありますので、また帰りにね、見て帰ってお家に帰って、またドリーミングごっこやアンパンマンごっこやって楽しんでみてください。さあね、こうもうすぐ、2月で、ね、まだまだ寒い日が続くかと思いますが、みんなね、風邪をひかぬようね、ちゃんと手洗い、うがい、そして怪我をせぬよう、しっかり前を向いて歩いて、まあ、前を向いてるんですけど ね、 ちゃんと見てるので ね、 前を向いてしっかり目を開けて歩いてもらいたいなと思います。本当にありがとうございました。さあ、次の次回のドリーミングふれあいコンサートは2月の21日水曜日になります。2月の21日水曜日、またみんなでお会いできる人を楽しみにしています。さあ、それじゃあね、今日参加してくれたメンバーを紹介したいと思います。かっこよかったね、食パンマン様、ありがとう。カレー玉、そしてドキンちゃん、今日はよかったね、かわいいお洋服着て、どうもありがとう、またね。そして我らがヒーロー、アンパンマン、そしてドリーミングのちあちゃんと